エステの寮。当時付き合っていた彼氏が F 県に行くと言い出した。私たちは田舎に生まれ育ったせいもあり、彼は少し都会に憧れていたようで、バイトをしお金を貯め、一足先に F 県へ。婚約者であった私は気が進まなかったが、あまりに田舎者で知識がない彼だけを一人都会に行かせるわけにもいかずに、勤めていたショップを辞め、彼の両親の息子を頼むよ、君が一緒だったら安心できるからという期待を背に、少し遅れて F 県の彼を追った。仕事をしなくてはいけないので、寮完備の某エステ会社に採用してもらい、寮に入居の日、部屋に案内してもらったんだけど、古びたマンションを何部屋か寮として借りているとのこと。私の部屋は903号室。部屋を開けるとなんだか嫌な気配がした。つい最近まで前の社員が住んでてね、掃除して出ているはずなんで、そんなに汚れてはいないと思うけど、一応さっと掃除して使って。それから寮隣には、引っ越しの挨拶はしないでね。何かわからないことがあったら、携帯に電話して。と言って、会社の人は、社に戻って行った。一人残された私は、床掃除から始めた。ちょうど、部屋の真ん中あたりに差し掛かった時、床に、黒いシミを見つけた。サッカーボールくらいの、丸いシミ。なんだろう。そのシミの上にケチャップをぶちまけたような小さなシミが固まっていて、日が経っているせいか黒ずんでこびりついていた。そこから様々な大きさの同じシミが壁の方に向かって一直線に伸びていた。前の人、適当に掃除して出たんだ。もうケチャップくらい拭いて出てよ、と腹を立てシミを一つ拭いてみた。雑巾についた赤いそれは、え、血？匂いを嗅いでみて、鉄臭い、紛れもなく血だった。一瞬凍りついたが、掃除の途中で手でも怪我してしまったんだろう、そう思うことにした。次はキッチン、そう、備え付けの冷蔵庫を開けると。うわ、髪の毛の塊が入っていた。さすがに怖くなり、急いで部屋から出た。何週間か経った時、ふと、両隣には挨拶はしないでね、の言葉を思い出した。なんで挨拶がダメ？そういえば出会ったこともないし、電気ついていても物音一つしない。ますます怖くなった。少しして私はそこを引っ越した。その数日後、その会社を紹介してくれたいとこから電話があった。お前が住んでたあのマンション、お前が引っ越してからすぐ火事になったよ。原因は不明だけど、かなりひどかったみたいだ。引っ越しててよかったよ、って。とにかく怪しいマンションだった。患者 A。 俺の職業は精神科医なんだが、この前ゾッとするようなケースに遭遇した。俺の家の隣に60代の夫婦と30歳くらいのその息子の A さん一家が引っ越してきた。息子はいわゆる引きこもりらしく、その姿を見かけることはあまりなかった。その家族の口からは聞けないが、そういう世間体とか、それを気にして越してきたんだろう。その息子は
日が経つにつれて、外に出る回数も減り、いつしか全く部屋から出てこない完全な引きこもりになってしまった。毎晩のように息子の部屋から母親の怒鳴り声が聞こえてくる。玄関先で母親に顔を合わせたりすると、笑顔で挨拶をしてくれるんだけど、明らかにやつれてきていた。隣の息子を見なくなってから半年くらい経ったある日、隣の父親の方が、明日家の方に来てほしいとお願いしてきた。個人宅に訪問して診察したことはなかったけど、近所付き合いもあったし了承した。そして次の日、その家を訪れると夫婦揃って出迎えてくれた。こちらですと母親に案内されて息子の部屋の前まで来た。母親が開けるわよとドアを開けるなり、いつまで寝てるのよと大声を上げながらベッドの布団を剥いだ。その姿を見たとき俺は驚愕した。ベッドには顔のない裸のマネキンが一体横たわっているだけだった。そして父親にこう言われた。見てほしいのは現実を受け止めることができない私の妻なんです。と。気象現象。小学校2年生の時の話。うちの学校は木造の校舎と鉄筋校舎の両方があり、2年生は木造で過ごすことになっていた。ここで過ごしている1年の間にいろんな不思議な体験をしている。季節は秋口だったと思う。教育番組を見る授業の時間、外は雨だった。10時半からの番組をクラス全員で見ていた記憶がある。自分は教育番組に飽きていたんで、ぼーっと外を見ていた。と、まだ午前中なのに、急に空が暗くなり始め、まるで夕方、というよりは夜になっていた。え?と思っていると、他のクラスメートも先生も気がついて外を見始める。全員で外を見ると、鉄筋校舎の方もみんな外を見ている。日食になるとかいうニュースなんてないし、なんでこんなに暗いんだ?とみんなで騒ぎ始めると、先生もどこかに行ってしまった。他のクラスの先生と相談しに行ったようだ。しかし今度はいきなり外が明るくなってきた。朝がゆっくりと明ける様子をもっと早くしたような感じで、みるみる明るくなり、いつの間にか普通の曇り空。雨はまだ降っていた。そのまま授業が再開されて、その日はいつも通りに下校。友達と何だったんだろうね、とその話題で持ちきりだった。後でいろいろと調べてみたけど、未だにどういう気象現象なのかもわからない。ちょっとだけ謎な話。幻のトラック。今でも何だったのか全くわからない不思議な体験を。15年ほど前の淡路島での体験です。週末に友達の家でだべっていて、暇だったんでどこか行かないかって話になり、急遽野郎3人で淡路島まで行くことになりました。目的は海水浴とナンパ。夜出発して夜中のうちに淡路島に到着。当時免許と車を持っていたのは一人だけだったんで、そいつが運転、自分が助手席、もう一人が後部座席という配置。午前中に海で泳いだりナンパしたりして遊んで、暇になったんで島を一周してみようという話になった。
しばらく走っていると、前方の左の道から、こちらに右折してくる大型のトラックが見えた。最初はあまり気にもしていなかったんだけど、どうもこちらの走行車線も走ってきているようだったんで、あのトラック危ないな、酔っ払ってるのか、などと思いながら、運転していた友達に、前のトラック、こっちの車線走ってきてるから注意して、と言ったら、え？という、何言ってんだこいつ、という反応。すぐ、後部座席にいる友達にも確認をすると、俺も危ねえなって思ってたんだよ、と言ったんで、目の錯覚ではないと思う。とりあえず安心。二人で、トラックが行くまで、横道にでもそれておこう、としつこく言ったんだけど、運転している友達は、わかったからふざけるなよ、という感じで、全く取り合ってもくれない。どんどん接近してきて、あっという感じで衝突。死んだ。その瞬間は目をつむっていたので見てはいないんですけど、しばらくして目を開けると何事もなかったんです。すぐさま二人や後ろや周りを見渡したけど、トラックなんてどこにもいない。運転していた友人は二人が騒いでいるのを見て、もういいって、なかなか面白い演技だったよ。自分だけだったらまだしも、もう一人も同じように見えていたっていうのが不思議で、今でも何だったのかがわからないままなんです。不思議な体験はこれっきりで、以前にもないし、これ以降も体験したことはありません。一体何だったんでしょうかね。午後からのあなたの運勢を占う午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。今日の私はパーを出しました。ですのでチョキを出したあなた、今日の午後からもねですよ、 V ですよね、ビクトリー、V ガンダムですよ。ええ。ということで、今日のラッキーアイテムになりますが、今日のラッキーアイテムはですね、ジャムパンでございます。ジャムパン。またなんかピンポイントに変な食べ物を。変じゃないよ。ジャムパンは美味しいんだけどね。そのラッキーアイテムで出すかっていうね。でも、比較的手に入れやすいよね。ジャムパンね。ね、私はジャムパンが好きでございます。ええ。最近パン系よくやるなーってね。うん。パーがつくか、パースは買わないんだけど、ジャムパンは買うよ、他のとこでね。ということで、お離れコンです。またね。